はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル9月1日日曜日、今日は週末スペシャル第2弾ということで、えテクニカル分析を掘り下げて解説をして,きて,、えー、していきたいと思います。 今日はね、具体的には移動平均線付近のサポート、レジスタンスラインのポジションの取り方という形でテクニカル分析をしていきますので、まだね、テクニカル分析の基本がね、なかなか身についていないという方がいらっしゃればですね、これを見ることによって、ある程度分かるようになるかと思いますので、最後までご視聴いただければありがたいと思います。はいではね、今日は MT4 のこのチャートを使いまして解説をしていきます。 一応、題材としましては、ですねこれ、ドル円ですね、ドル円相場の直近の金曜日までのチャートを使うのと、あとはね、ユーロドルの1時間足ですね、こちらも直近のね金曜日までのチャートを使ってですね、解説をしていきたいと思います。はいあとね、事前に設定の部分もね、お話をしておかないとというところなんですが、まず、このロウソク足に関しては、平均足を使っております。 平均足は、ね、通常のロウソク足と変わ違いまして、トレンドを見るのにすごい、ね、役立つということで、ちょうど、ね、こういった上昇トレンドの時には、あまり騙しが出なくてです、ね、陽線、赤いものが続くという特徴もありますし、逆にね、下落トレンドの時にはです、ね、こういった形で陰線が連続すると、陽線と陰線が連続するということで、非常に、ね、トレンドを出しやすい、掴みやすいという形になりますので、ぜひロウソク足の設定は 平均足にしていただくということを MT4 で使っていただければと思います。 一応ね、あの他のチャートではございますが、えー、移動平均線の、あすみません、えー、平均足のチャート、こちらですね、右側になりますが、あと通常のローソク足、これ同じね、えー、US ドル、ジャパン円の60分足の直近のチャートという形ですが、やっぱりね、えー、見比べていただきますと、平均足の方がね、トレンド、これ見やすいですよね、ここの部分、注目していただきますと、えー、ま要線が連続しているというところと、ここはね、やっぱり騙しが出てくるというところですね。 あと、下落トレンドに関しましても、ここの部分もね、やっぱり騙しがありながらね、分かりづらいかなと思いますが、こちらはね、どちらかというと、陽線と陰線が連続するということで、やはり平均足を使っていただいた方が、トレンドをね、判断しやすいということでありますので、ぜひメリットだけしかないね、平均足になりますので、使っていただければと思います。 はいえー、ということで、えー、まずは平均足を使おうというのが1点目、えー。2点目はね、移動平均線のこの設定の仕方でございます。この真ん中のね、赤いラインになりますが、まあ、こちらのね、移動平均線はね、マスターするだけでね、ある程度トレードというのはうまくいくという形になります。今回は1時間足、まあ、60分足を使っておりますので、えー、具体的には24本分の移動平均を使っているという形でございます。 えー、なぜかと言いますと、ねもうえー、お察しのいい方は、ねえー、お分かりだと思いますが、60分けるね2 4本していただきますと、ちょうど1日となりますので、1日の、ね、平均の連続がです、ね、この移動平均線のラインという形になりますので、まあ、そういったところを、ね、使うことによって、より正確なテクニカル分析ができるというところでございます。 あと、ボリンジャーバンド、この黄緑色の、ね、ラインですが、まあ、これは使う方、使わない方ね、いらっしゃるかもしれませんが、こちらもね、移動平均と同じように、ボリンジャーバンドは24本分の数値を使っているという形でございます。 まあ詳しい、ねえー、解説は、ね、ググっていただければと思うんですけど、こちらが2シグマという、ね、数字を使っておりますので、この黄緑色のバンドの中に、だいたい95%ぐらいの、ね、確率で収束するという特徴がありますので、ね、これがだいたい反落だとか反発の、ねえー、目安にしていただくという方もいらっしゃると思いますが、私はこういったところを、えー、チャートに表して、ね、判断していくという状況でございます。 一応ね、ねこちらの表示中のインディケーターということで、私、3つね用意しておりますが、まず、ムービングアベレージ、移動平均線ですね、これが24本にしております、赤色で示していますよという形でございますね。 そして、ボリンジャーバンドですね。ボリンジャーバンドも移動平均と合わせて24ですね。これはグリーンのところで表しているというところでございます。こういった、ね、設定の、ね、動画もねもし必要であれば上げていきたいなと思いますので、今日はねちょっと具体的な割愛をさせていただきますというところですね。特に、ね、あの平均足出せないという方も、ね、いらっしゃいますので、またそれは解説をしていきたいと思います。では、具体的に US ドルジャパン円の直近の、ね、1時間足を見ていきましょう。 え今回ね、えー、非常に大きく下げたところもあるんですが、まあ、これはね、えー、米中貿易摩擦の悪化によってね、えー、テクニカル無視の下落でしたので、なかなかテクニカル分析がね、えー、通用しないというのが私はね、動画の中でもお話ししておりましたが、まあ、こういった相場はね、ちょっと無理せずに、えー、生還しておけばよろしいかなというところでございます。えー、ではね、全体を見ていただいたときに、まず注目すべき1点目がですね、移動平均線のこの傾きに注目をしていただければと思います。まずは移動平均線を見てくださいというところですね。 大きく分けて、ですねレンジ相場とトレンド相場というのがありまして、この移動平均線が横ばい、横になっているときはレンジ相場という形なので、まあ、方向感が出ていないという相場になりますね。そして、レンジ相場に対しまして、トレンド相場。 こちら右肩上がりになりますと上昇トレンドという形になりまして上の方に上がっていくというところとあと右下下がりに、ね、下がっているところは下落トレンドということで下落下に下がっていくというような状況でございますまずこの傾きを見ることによってレンジ相場横の相場は初心者の方はあまり手出しはしない方がよろしいかなというところでございます というのは、ですねレンジ相場、一旦ねレンジを外れてしまいますとかなりね損切りができないと損失が膨らんでしまうという形もありますし結局ね、ね騙しが多かったりしてね判断に迷うところもありますしその苦労の割にはね利益が少ないというところもありますので私はレンジ相場はできればトレードはねしない方がよろしいかなと思います。えということでねやっぱりこういったね上昇トレンドだとか下落トレンドですね。そういったところで、えー しっかりとサポート、レジスタンスラインを見てですね、トレードをしていった方がよろしいかなというところでございます。というところでね、まずは US ドルジャパン円をね、まあ、移動平均線を見たところで、じゃあ、レンジ相場ではなくてトレンド相場でポジションを取っていきましょうというところですね。注目すべき点は、この右肩上がりに上がっていくところの、ここのタイミングですね。 ここでロングを取ろうというようなところでございます。まず、まあ、レンジ相場が続いている中で、一旦ね今回のこの上昇で、前回の高値をね抜けてきましたので、あこれはねどうやら上昇トレンドに入りそうだなっていうのが、なんとなくねわかるかなというところでございます。この上昇によって移動平均線の角度がですね横ばいから少し右肩上がりになってきましたので、ここが一つチャンスのポイントでございますね。 しっかりとね、まあ、1回上がったところで調整のブルーの陰線が出たところでこの移動平均線ぐらいでロングを取れればベストというような形になるんですがこちらの陰線でまずロングを入れてはだめですという形でございますその心はですねまずこの移動平均線のサポートが今回ね、ね効くかどうかがわからないというところでございますね。 例えばこの平均足のこのブルーやこのねオレンジのオレンジと今赤ですね赤のチャートというのは連続する特徴がありますのでここでブルーがね移動平均線に当たったからといって反発するという保証は全然ないんですねそういった時に移動平均線を割り込んでねずっと下げ続ける可能性もありますのでここの移動平均線にタッチしたからといってポジションを取るのは NG でございます。 え具体的にはですね、まあ、なんとかサポートが入るかな入るかなということで陰線が続いてたんですがここのところで陽線がねぐっと。 上がってきたと思います、えー。ここの部分で正解はポジションロングを取るという形が正解になろうかと思います。えー、具体的には、えー、このねイン線でなんとかね移動平均線ぐらいで、えー、下げ止まってですねサポートが入ったとわかるのがですねこの赤色の陽線でございますのでここに来て初めてロングを取るという形でございますのでここはね間違ってい移動平均線にタッチしたからといってねここでロングを取ることがないようにねしっかりと確認してからロング ロングを取っていただければというところでございます反対にですね今度はショートが取れるタイミングなんですがま今回ねうまくロングを取れましたということでどんどん上がっていきましてま前回の高値付近と106円50銭ね節目を抜けてきましたそしてね今回また調整する中でこのあたりでね また移動平均線にタッチしたのでサポートが入るかと思いきやですね一応、要線は出たんですけどどうやらね移動平均線を上回ることができなかったというところで2本ともねここの部分は、まあ、上ヒゲをつけて押し戻されているという状況でございます。ということであれば次の,、ね、この陰線が出たところ そして移動平均線もねちょっと上,上に入っているところからね少し角度を変えそうだなというところですの、ね、でここの要線から陰線に切り替えたところ。 ここでショートを取れれば、まあ、またこれもベターかなというところでございます。現にね、この後は陰線が続いて、また反発も食らったんですが、今度はね、もうより確実に移動平均線が右下下がりに下がってきてますので、この要線でポジションをショートを組むのではなくて、この次の、ね、陰線が出たところ、ここでショートを組むことによって、まだ、ね、先は分かりませんが、下方向に行くところでショートで利益を取ることができるという形になろうかと思います。と と,いうところでね、えー、しっかりとまず移動平均線の傾きを見ながら、えーまあ、右肩上がりであればロングの準備をするとそして、えー、右下下がりになってきたらショートの準備をするというところですねそして実際にタッチしてからですね、えー、まあ、調整の陰線から要線に切り替わったタイミング、えー、今回は、えー、ショートの場合は逆にですね、えー、要線から陰線に切り替わったタイミングですねこういったところで、えー、ポジションを取るということで、えー、勝率はかなり上がるかなというところでございます。 また付け加えさせていただければ、ですね、えー、こちら、えー、このサポートのところですね、サポートの1回目のお話ですが、こちら、前回はですねこのあたり、ちょうど105円90銭ぐらいですかね、このあたりでここの部分がレジスタンスになってましたよね。でレジスタンスになったところは、ここ上抜けた場合は、今度はね逆にねサポートが入りやすいという特徴もありますので、まあ、そういったところからですね、前回のレジスタンスを抜けましたと。 そうしたときには、同じようなところのこのラインでサポートが入りやすいと、あくまでもね。そういったところで、このサポートラインが移動平均線付近と、この105.90ですね。前回のレジスタンス。これに近づいたというところで、ロングが取れるかなというところになりますので、これも、ね、参考にしていただければ、より詳しくね、より正確にポジションが取れやすいかなというところでございますので、参考にしていただければと思います。 あともう少し簡単なね、えー、どちらかというとね、上昇トレンドってね、えー、ちょっと騙しが多かったりするんですけど、下落トレンドって結構簡単だったりするんですね。ショート苦手な方多いかもしれませんが、どちらかというとね、私はショートの方が勝率がいいかなというところなんですけど、こちらが直近のユーロドルの、えー、まあ金曜日までのね、えー、終値の、えー、60本足という形でございます。こちらもね、まずは、 移動平均線を見てくださいということで、まあ、右肩上がりから一気にです、ね、右下下がりにまあ下落トレンドになっているという状況でございます。この下落トレンドは、ね、正直言ってボーナスステージだったんじゃないかなというところでございますね。具体的に見ていきますと、まあ、移動平均線が右下下がりなので、まあ、ショートの準備をしましょうという形になりますね。その中で下がってきた陰線が陽線になって、移動平均線にタッチしたと。 でえー、ここでタッチしてるんですがここでは、えー、ショートを取らずにですねこの要線が陰線に切り替わったここですね。 ここで、ショートを取ることによって、利益を上げることができたかなというところでございます。ここも同じくですね、まだ下落トレンドが続いている中で、要線に切り替わって反発していると。でそういったところが、こちらですね、陰線に切り替わったというところで、まあ、こちら、下落トレンドがまた始まったということで、利益が取れたかなというところでございます。そしてね、特筆すべきは、ここのラインですね。ここは非常にわかりやすかったかなと思うんですけど、ちょっとこちら、十字で見ていただきますと、 前回ね、この心理的不死者1.1050ですね、ここの部分でサポートが入っていたというところでございます。そして、まあ、間もなくですね、反発も弱く、また下がってしまって、前回のサポートで、ね、割り込んだ1.1050ですね、ここを割り込んでしまった後のね、この反発。 ここのところですと、えー、先ほどお話した通り、えー、前回サポートだったところは、えー、今度はねレジスタンス反対側に切り替わるということとあとちょうどね移動平均線が下に下がってきておりまして移動平均線もこの1.1050付近だったと。 いいううとところなので2つのででつレジススタンスが出てきたという形です前回のサポートがレジスタンス、下がってきた移動平均線がレジスタンスということで、2つのねレジスタンスが出たというところで、この要線がね出たところにもショートの準備をしていただいて、次にドカッと下げたところですね、この陰線のところでショートを取れていれば、ですねものすごく利益が出たんじゃないかなというところでございます。 えー、間違ってもね先ほどお話した通り、この要線の段階では、えー、まだポジションはね、えー、取れませんので、しっかりと要線が陰線に切り替わって、ですねこのレジスタンスライン、1.1050のレジスタンスラインが機能したというところを確認してから、ですねショートを取っていただければ大きな利益が取れたかなというところでございます。はい、えー、というところでね、えー、まとめますと。 まず最初はね、チャートの設定をロウソク足は平均足にしましょうというところが1点目、そして移動平均線はまあ60分足の場合ですと24本の線にしましょうということで、まあ、正確な、ね、トレンドや反,反発、レジスタンスやサポートのラインを見ることができるというところです。 続いて移動平均線の傾きを見てですね、右下下がりであればショートの準備そして右肩上がりであればロングの準備をしましょうというところですそして具体的にはですね、反発してきたところでショートの場合ですけど反発したところで移動平均線にタッチしたところでポジションを取るのではなくてしっかりと上がってきた要線から陰線に切り替わったタイミングでショートを取りましょうというところですねここが大事になると思います ロングの場合もねこちらが、まあ、調整してねブルーの陰線が続いてきてここで取るのではなくてしっかりと陽線に切り替わってからロングを取ると。 まあこういったようなところを、ねえー、繰り返すことによって、えー、勝率の方は、ねまあえー、もちろんね90%、100%というわけではないんですが、やっぱり6割から7割ぐらいはね、ね、えー、こういったサインをねしっかり一つ一つ見ていただければ、えーえーまあ、60%ぐらいの勝率は出てくるという形になりますので、これを繰り返すことによって、えー、少しずつ利益を積み重ねることによって、えーまあ、トータルでは勝てるようなトレーダーになれるというような状況でございます。 とというところでねなかなかね60分足でずっとチャートにね貼り付けるというところも分からなくてですね私のメール配信はこういったサポートとレジスタンスをねメール配信を具体的には配信しているというところですが少しね勝率は落ちてしまうかもしれませんが案外、このサポートとレジスタンスを意識したねトレードをしていただくことによって勝率というのはね劇的,的に変わってくると。 あと1つの、ね、効能としましては損切りの、ね、ラインも、ね、しっかりと明確に設定できるというところですね、やっぱりなんとなく入ってしまいますとサポート、レジスタンスというところはなんとなく、ね、組んでしまうんですが今回も、ね、こちら要線になったところが具体的にね、陰線に切り替わっちゃったらそこで、ね、もう損切りをすればいいという形になろうかと思います。 逆にねユーロドルの方もここがね要線で、陰線だからショートという形なんですが次のね足が要線になったら損切りすればいいだけという形になりますのでねこういった損切りのラインもね明確になるというところでぜひぜひこういったサポートレジスタンスのトレードというのは 基本的なところですので、身につけていただければというところでございます。はい、少し長くなりましたけど、これがね、サポートレジスタンスラインにおける、まあ、移動平均線を使った、ね、トレードの仕方という形になりますので、まあ、よろしければ、ね、何回か見ていただいて、マスターしていただければ、勝率が、ね、アップすると思いますので、参考にしていただければと思います。 はい、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またね、えー、ご要望ありましたらね、この MT4 の設定の仕方だとか、えー、他のね、えー、場面、レンジブレイクの方法だとかもね、動画でアップしていきたいと思いますので、えー、またそういったものがありましたら、えー、コメント欄に残していただければと思います。はい、えー、では来週からもね、えー、トレード頑張っていきましょう。バイバイ。